ミア、三遠台湾ツツです。皆さんこんばんは。今日は三遠度の撮影は終わりました。せっかく日本に来たらやっぱりあれは必要だったよね。それはスーパー。台湾人にとってね、やっぱり日本に来たら毎晩のスケジュールはやっぱりスーパーだよ。台湾の日本製はめっちゃ高い。特にインスタントラーメン値段は3倍ですよ。だから今回まだあれだよね。ということで今日の企画は、台湾人の私は日本のスーパーをお土産を選びましょう。この動画を見る前にこのチャンネルを登録して私のツイッターをフォローしてお願いします。今日はこちらのお店、いつもライフに行きます。今回は事務所の近くに、これ三徳スーパーだけだから、今回はこのスーパーに買い物しよう。じゃあ早速入りましょう。わ、こちらは私大好きなトンペ様。ってびっくりした、何これ、新しい味。しかもこれうどんじゃなくてそば。わ、こりゃ絶対食べてほしい。はい、日本の定食といったらやっぱり味噌汁は重要なのね。このブランドの味噌汁は結構台湾には有名なの。だからみんな結構これ買う。そしてこれだよ。うわ、見てごらん、値段ってこんなの。うわ、私絶対これ買う。なんか私小さいの時ママよくこれ買って、あと正直に言うと私のママの料理は私と同じ得意なの料理はご飯です。だから毎回ママがご飯を作った後必ずこれ一緒に使う。はい、じゃあそうしよう。あとみんなはお土産だけではなく毎晩の夕食も定番ですよ。スーパーは営業時間はほとんど11時とか12時待ってたよね。多分ほとんど9時の時、総裁が感覚、外国人にとってみんなこのタイミングを待ってる。もちろん私も。待って、マンゴー1つ3800円、これもう1000円じゃん、すごくない？だって台湾のマンゴーってさ1つ30元くらいだよ。日本円は120円くらい。まあ本当にびっくりした。ねえ、総菜だけではなくみんなよく毎晩の飲み物を買う。で、特に明治のミルク、台湾でさ明治のミルクはめっちゃ高いよ。だから台湾人日本に来たら絶対毎晩明治のミルクを買う。で、私ミルクはアレルギーだから別にあんまり飲んでませんよ。はい、こらー、これは私買ったの。わあ、見てごらん。やっぱり私どん兵衛の大ファンです。どん兵衛は私のおしめだよ。ところでさっき見つけたこれ珍しいでしょ、カップのどん兵衛。でもやっぱり味は一緒だよね。で、私ちょっと気になるのはこれ、これ新しい商品書いてる。台湾でさ、鴨肉料理結構多い。でも私あんまり日本にはあんまり見てないよ。あとこれオレンジカルピス、これも私台湾に見たことがない。多分私普通人だからこんなの不思議なドリンクを見たことがない。ごめんなさい。あとこれじゃーん、だからあとってこれとインスタントラーメン、私の洋食と晩ご飯。そしてこれ、
QOO で、私小さいの時からこれずっと好き。あとさっき見ました、これミューニットメット、ミューニットメット、多分ミューニットメットかな。これ台湾もあるよ。いや、これじゃなくてこのドリンクがある。でもこれ私見たことがないから。しかもこれはマンゴー、さっきのマンゴーは1個3800円。これ結構安いよ。1個は160円くらい。でも美味しかとかわからないから後で試食しよう。あとこれ焼きそば大好き。でも私いつも UFO の焼きそば買ったけど、これ食べたことがないかな。最後はこれ、大好きの名探偵コナック。はい、もう全部紹介した。はい、じゃあ早速試食しよう。切ります。わあ、これだし濃厚感がある。うわ、いい感じかな。はい、はい、完成した。じゃあ早速一口をいただきます。おー、結構ソーバー感がある。ちょっと意味わかんないよね。いただきます。うわ、待って待って待って、結構美味しい。この味私も初めて。これそばとこのきつねうどんと比べると、この麺の食感が多分私こっちの方が好き。スープも飲んでみよう。完璧。今まで食べたインスタントラーメンの中の一番。待って待って待って、やば、これ、いや私もう大ファンじゃないよ。これからあなたの大ファンです。台湾の冬になると温かい鴨スープがあります。そのスープとこのスープは味はちょっと似てる。でもこっちのスープの方が醤油感が強い。多分私の説明も、まあ私ちょっと緊張したから、あの端はちょっとパンチ硬い、ごめんなさい、許してね。うわ、これやばい、美味しすぎる、止まらない。うん、うわ、中にもちっちゃい鴨肉、鴨肉かも。ちょっと食べてみよう。いただきます。ん？ん？何これ。うわ、わかった、日本の鴨あんまり美味しくないよね。このインスタのラーメン美味しいけど、これ欠点はこの鴨肉かも。とにかくこの新しいどん兵衛、本当におすすめなの。でも中の鴨肉は食べない方がいいと思う。はい、それでは結論、ありがとうございました。次はこれ、じゃんじゃん。私結構日本の唐揚げが好き。でもたまには居酒屋さん唐揚げはちょっとしょっぱすぎ、食べられない。で、果たしてスーパーの唐揚げの味はどうでしょうか。じゃあ食べてみます。いただきます。やば、これも美味しい。唐揚げといったら熱々と食べると一番美味しいと思う。で、これ冷たくても美味しいと思う。多分この鶏は桃の部分だから、中の鶏肉プリプリして本当に食べやすい、美味しくてとてもいいと思う。わかった、ごめんね。ちょっと1個入りましょう。はい、じゃあ、いただきます。入るの方が美味しい。スープが熱いから、この鶏肉入ると鶏肉も温かい。ちょっと喉が渇いた。オレンジカルピス、あら、満点100点。でもこれカルピスの味が強いから、オレンジの味は割と弱いかな。あ、これちょっと気になる。これもちょっと食べてみよう。
今日の動画がおしまい。また次の動画でお会いしましょう。いや、ちょっと待って、これ全然マンゴーの味かないよ。普通のオレンジゼリーみたいで、多分これマンゴーとオレンジ間違った。以上です。これは今回私紹介した台湾人が好きなお土産です。もし機会があれば、自分が台湾に来て友達に会いに行く時にこれ、新しい商品がおすすめなの。絶対これ絶対今台湾で買えないよ。だからみんなぜひ買ってみてくださいね。というわけで今日の動画はおしまい。また次の動画でお会いしましょう。それじゃあバイバーイ。この動画が好きならこのチャンネルを登録してグッドボタンを押してください。それから私のツイッターもあるよ、フォローしてお願いします。それじゃあバイバーイ。みんな許してね、私のリモコンボロボロっちゃった。